入っちゃった新ブラボーを積んだヌルヌル DS204 についにこのレミリア・スカーレットの真の実力を見せる時が来たのだぞ。グラフィックボード交換したんで DS もやっと普通にプレイできるようになりました。妹のフランドールです。今までの弱い自分とはお別れをした。おい、ちょっと待ってくれ。どうしました？さっきっから神歩きしてますけど拠点取り行こう。いや、マウス動かしてんすけど、なぜか視点が上下方向しか動かねえの。弱しの DF 改造されとよ。あ、それアプデ後にあるバグっすね。マウスだと左右に視点動かなくなるってネットで噂になったやつですか。あれやろ、こんだけプレイヤー多い超有名ゲーでこんな初歩的で致命的なバグある。いや、これ DF ですよ。うん、じゃあるか。僕折れたな、こいつ。ただこの状態だと足だけ超ハードモードでプレイすることなるんすけど。ご安心ください。このバグの解消法もあらかじめネットで調べておきましたので。つまり今までのは全部猿芝居だったってことですね。余計なこと言うんじゃねえよ。オプション開いてマウスとキーボード、平視、キー割り当てを編集する、移動を選択。そこから右を見るのマウス移動って設定をクリック。これやな。で、この画面になったら、エスケープキーを長押しして設定をクリアすれば治るらしいです。この画面でエスケープキー長押しすればいいんすね。そうです。同様に左を見るの項目も、マウス移動をクリックしてからエスケープキー長押しでリセットしてください。了解。おし、これで視点移動できないバグ治っとるはず。おーちゃんと視点ブリブリできるようになっとるで神ゲー。いや、むしろアプデでこんなバグ出しとる時点で神ゲーなんすけど。見ろっけなよ、こっちはフルプライスで購入しとるんやぞ。客なめなよ、二度とやらんわ、こんなクソゲー。おし、じゃあ EA 君も反省したみたいなんで DF 復帰します。こいつ DF やりたいだけやろ。DF 買ったやつには DF やる権利がある。この動画を見てくれた人にだけ特別に今から30分間 DF を定価で買う権利をやろう。悪質なオプーな商法。そういったわけで今回もこの動画シリーズといえばおなじみのブレイクスルールールでカレードスコープやっていきましょう。このシリーズまだ3回目でブレイクスルー1回しかやってません。見た目で判断するんじゃないよ。おのクソ実績のみで判断してるんですけど。そんなことより今回も初登場のキャラエンジェルでいつも通りアーマープレート屋さんでポイ中稼ぎしますね。初登場ならキャラ解説知る。このエンジェルってキャラは味方や自分にアーマーを配れる。このゲーム屈指の強強支援キャラです。やったぜ。アーマーは直接味方に当てたり、地面に投げたものを味方や自分が踏むと、青いゲージでアーマー分の体力が20増える仕組み。その体力100に対してたった20しか増えないん。いや、そのたった20の差がこのゲームではめちゃめちゃ大事なんすよ。スナイパーライフルの NTW50 は一発で威力110あるんで、このアーマーをつけてないとワンパンでダウンするんすよ。ワンパン回避できるかできないかはかなり重要よね。体力ミリで逃げ込んだ時にも、すぐにアーマーつければ実質体力速20回復できるみたいなもんですから。そう考えるとこのアーマーいつでも切れるエンジェルって、被弾多い初心者にも使いやすいキャラよね。ちなみにスキルボタン長押しで、自分に即アーマー付与できます。使ったアーマーも時間経過で支給されます。そして今回のもう一つのメインアイテムがこのポケモンボール。近接センサーです。それです。この近接センサーは、投げた近くの敵をレーダーに映してくれるめちゃ強グレネード強い。しかもセンサーで索敵ポイントも入るし、索敵した敵を味方がキルすると絆キル判定にもなる。おほー、めっちゃポイント入る。人が密集してる拠点に投げ込むだけで大量経験値が手に入るんで、初心者のレベ上げにも最適なグレ。弾薬箱でグレ回復しつつ玉入れオンラインするだけのゲーム。始まって5分で支援リボンゲットちょろい。だがわしがただの索敵芋やろうと舐めるな。このワンマが200発 LMG ぶっ飛で芋どもをバッタバッタとホリホリする勇姿を見よ。索敵がわしの仕事だからね。あっさり芋砂に返り討ちされる芋 LMG。だがしかし味方蘇生で復活、これがチームワークやぜ。味方さんに感謝。ありがとうございます。このゴーンはうちのポケモンボールたちで倍返ししますので。圧倒的ポイ中の打ち合いしてください。拠点踏まないと勝てないんよ、このゲーム。アシスト連発に弾薬箱で補給リボン2個目美味しいです。ビルん中入れ。安心せい、その後味方の突入に合わせてわしも自らダイナミックビル入店で A 企画法。ビルから敵を追い出せば、あとは味方なだれ込んでくるんで楽々選挙。さらに PKP トリガーハッピーで制圧射撃。全然敵に当たってないけど LMG の弾数生かした牽制としては正しい使い方。全然敵に当たってないけど。二度言わなくていいこと、二度言わくえ。まあこういうプレイも BF の楽しみ方ですから。大人数対戦は自分ができることをやればええんやで。相手の弾はバンバン当たる不思議。その後も投げてよし、投げてよしの大活躍を見せるエンジェルス・レミタニ翔平の二刀流投法。このメジャーリーガー全然打たねえな。私にはライトマシングアン無理かもしれん。このゲーム、
コントローラー操作のコンシューマとマウス操作の PC 版だと銃の反動だいぶ違うらしいんで、PKP はパソコン版で使うとめっちゃ暴れる。暴れない？この間にもわしのモンスターボールたちが絆キル量産してくれてます。ポケモントレーナーでよかったです。バトルフィールドブリリアントダイヤモンド、シャイニングパール好評発売中。トレーナー同士で直接殴り合う高度なモンスターバトル。お前ら自身がモンスターなんやで。負けました。2番目のセクター取れなくて負けるとかあるんやなって。ただし支援ポイ中の成果で個人成績は自己最高です。効果は抜群だ。どうでもいいけどチャットめっちゃ荒れてます。また次回。くよくよするな。次もある。よし、またエンジェルの手柄だ。